よろしく頼むぞ。AB イコール12センチ、AC イコール16センチ、BC イコール20センチの直角三角形 ABC を B を中心として45度回転させます。円周率を 3.14 として次の問いに答えなさい。括弧1。C が動いた後の線の長さは何センチメートルですか？C が動いた後の線の長さはって言われてるから、回転の中心が B なので、そこと C を結んで45度回転させるよってこと。ここだよね。回転の中心と C を結んで、こう回転させる。で、45度。で、ここの赤い弧の長さは何センチメートルですかって言われてる。扇形の弧の長さって、直径 ×3.14 ×360 分の中心角。つまり、BC が20センチか。だから直径40。これって8分の1だよね。45度って8分の1。で、40と8で、ここが5になる。5×3.14 は、括弧に辺 AC が動いた後の図形の面積は何平方センチメートルですか？ AC がこう回転して A'C' に行くんだけど、こう回転して、じゃあね、それがどんな図形かなっていうのを考えてあげる。で、そうすると A の動き方も、ね、考える必要があると。で、あくまでも回転の中心は B だから B と A を結んでくるっとしてあげる。つまり、ここの面積が欲しいってことだよね。ただ、また変な図形の面積してるんだ。私たちが求められる面積って、ここの中だったら、扇形と直角三角形だよね。それらを使って面積パズルやってみようか。何したいかっていうと、ここの全体から、扇形と直角三角形を引けば求めたい面積になりそうだよね。で、その全体って何って、ここに直角三角形があって、こっちに扇形があるよってこと。こういうこと。全体からちっちゃい扇形と三角形、直角三角形引いてあげるよってこと。で、よく見ると、この子とこの子って同じだよね、大きさが。だから打ち消しあって、結果やりたいのって、でっかい扇形からちっちゃい扇形引くよっていう計算。大きい扇形は半径20。扇形の面積は半径かける半径かける3.14かける360度分の中心角。ここ。回転だから45度だよね。で、さっきやったように45度って、これ8分の1だよね。360分の45、8分の1。ここからちっこい三角形。AB って12。で、今回もここ、同じ形してるよね。ここ同じだよね。同じのあったらその子たちは、くくり出して残りの 20×20-12×12 をしてあげる。これはよね、400-144。ここが256。256、8で割ると32かな。32×3.14。100.48 かな。Oh.